皆さんこんにちは、小場翔です。中橋です。はい、今回はですね、受験に使わない科目の考え方ということをお話ししてみたいと思います。先日ですね、コメント欄にコメントをいただきまして、うん、まあまあ進学校とか、まあ、あのそういう上位高校とかだと、まあ、受験に使わない科目でも意外としっかりやってたりするんじゃないですかみたいなコメントをいただきまして、まあ、その辺についてですね、まあ、一応ですね、進学校出身の2人で語ってみようかなというふうに思うわけですね。はい。でまあ、受験に使わない科目といっても2パターンあると思ってて、例えば、うん、まあ、数学が学校であるけど私立文系だから使わないみたいな、うん、そういう、まあ、主要科目だけど使わないって意味と、あとはそもそも例えば、まあ、音楽とか、まあ、芸術とか、なんかそういう家庭科とか、うん、まあ、その学校の教育の指導の中にはあるけれども、まあ、受験に使わない、誰も使わないみたいな、はい、まあ、そういったあの科目と2種類あると思うんですが、はい、まあ、両方ですね、今日はお話ししていこうと思います。はい。でまず最初に、まあ、受験に対して使わないけど主要科目っていうものがあった場合、はい、進学校だとどうですかね、その扱いは。そうですね、まあ、例えば僕とかだったら、そもそも、まあ、国立理系なので使わない科目ってなかったわけなんですけれども、うんうんうん、例えばなんかいらない、まあ、僕は地理選択だったんですけど、人生を消させられるみたいなことはなかったんですけれども、やっぱりその私立文系の方とかだと一応あの、まあ、決まってるので、あの数学とかもやらなきゃいけなかったんですよ、うんうん、ただもうやってるの見たらなんか2次関数とかやってて、うん、あのもうなんか切り捨ててあるというかもうなんかやらなくていいよって明確に言ってくれてる学校でうちはありましたね。なるほど、はい、あ、じゃあもうそこはクラスがそもそも授業が違って、はい、やってやるけど、まあ、かなりこう低めのレベルで負担がかからないようにやってくれたと。そうですね。ああ、なるほど、はい、いいですね。はい、あの改正はですね、全くそういう配慮ないんです。あ、そうなんですね。全くそういう配慮ないです、はい、なのであの私立文系の子もいましたけど、普通にですね、あの東大志望の子たちと同じ授業を受けて、であの定期テストひいこらひいこら言ってましたね。あ、そうだったんですね。はい。なので、あの効率は多分ね、良くないですよね。そうですね。はい。普通になんかあの難しいこととか、それこそあの普通に高校3年生とかになるとですね、まあ、今はカリキュラムないですけど、当時カリキュラム外でしたけど、うん、合同式とかゴリゴリやらされたりとか、普通にしてたんで、はい、ちょっとかわいそうだな、みたいな。かわいそうですね、その歌いは。っていうのはありましたね。はい、だから、まあ、進学校でもいろいろなんですけど、はい、まあ、どうですかね、なんか、はい、僕は、数学とか、うん、まあ、国語はどうかなと思うけど、まあ、数学かな、うん、受験に使わないけど習っとくという意味では、あの、まあ、その改正みたいなことはやらなくてもいいけど、うん、最低限やっといてもいいのかなと。そうですね。なんか難しくない範囲で、うん、それこそ二次関数とか、なんかそれぐらいやっとくと、まあまあまあ将来なんか数式に出会った時に、まあテンパらなくて済むし、そうですね。まあね、どんな仕事をしてても軽い数学的な要素って出てきたりするので、うん、まあそういう時にまあ人生経験としてやっといてもいいのかなっていうふうには思いますね。そうですね。はい。なので進学校でも多分割れるんでしょうね、ここの対応は。そうですね。多分そのやっぱり浅野とか改正で割れるのって、うん、浅野って結構早慶がやっぱボリュームゾーンになっていて、なので、やっぱり早慶に行きたいって言われるので、そもそも私立文系クラスがあるんですよ。うん、なるほどなるほど。なんですけど、やっぱ改正とかになってくると、そもそもやっぱ早慶が第一志望っていうか割と少なくなるわけじゃないですか。そうですね。なのでやっぱそこでも違いは出るのかなとは思うんですけど。確かに。だから、はい、まあ、つくこまとかなども、はい、まあ、調べてないですけど、多分そういうクラスないと思うんですよね。そうですね。はい。だから、まあ、多分みんな同じことやってるんじゃないかなとは思います。そうですね。それこそ変な話ですけど、はい、今はしないですよ。僕の時なんかは高校1年生の時に 2B 終わるじゃないですか、はい、で高2で 3C に入るんですよ、はい、当時は3じゃなくて 3C だったんでね、うん、そうですね。そうするとあの高2の1学期は 3C やるんですよ、はい、文系も。おお、なるほど、はい、普通にやるんですよ、はい、だからあのコサインの微分とかサインの微分とか やりました。もちろんあの受験生の時、はい、あの全てその頭から消去してやりましたけど、うんうん、はい、やるんですよね。あ、そうなんですね。そう、だからその受験に対して一直線に行ってるかっていうと、改正ですら一直線に行ってないんですよ。ああ、そうなんですね。そう、はい、確かね、灘の僕の同期の灘の友達とかは普通に 3C ある程度全部やらされたって言ってたんで、はい、だからやっぱりそのなんか、うん、あの強い大学、あ、強い高校かだと、はい、なんかその範囲外のことも普通にやらせるみたいなのもあるのかもしれない、うん、あ、そうですね、はい、朝のぐらいになんか頑張って戦ってるみたいなところだと、やっぱり一直線に行かざるを得ないので、うんうん、まあ、結構やってなかったですね、うちは。いや、普通やんないと思うんですよ。だって、ね、いらないんで、それ。そうですね。はい、なので、はい、そこはあると思います。はい、ありがとうございます。で、ちょっと後半の話なんですけど、はい、今度は本当に入試にほとんどの人が使わない、はい、まあ、科目、家庭科とか、はい、まあ、音楽とか、そういう科目ですけども、はい、学校の中ではどういう扱いでした？実はうちは高3ではなかったんですよ。あ、なるほど。そう、授業が一切ない。高3では体育しかなかったです。ああ、な、体育ね。はい、はいはいはい。
で、高2までの間に全部そういった選択科目を終わらせるっていう方針ですね。なるほどなるほど、はい、その科目は授業はなんかどうでした、はい、宿題とかテストとか。あ、高1ぐらいまではなんか保健体育のテストとか、なんか家庭科のテストあったかもしれないですけど、はいはいはい、高2からはもう確かなかったんじゃないかなって感じですね、はい、ちょうどですね、あの僕が受験の時にですね、あの家庭科のミリ修問題が、はい、あの超ニュースになりまして、はい、であの改正は今は知らないですけど、僕の時は体育はそうですね最後までありました、うん、で家庭科は高3だけあったのかな。あ、そうなんですね、はい、ありましたね。なので、あの別にミリ修問題があったから家庭科やってたんじゃなくて、うん、あの普通に高3でやるみたいな感じでしたね、はい、で芸術とかなんか音楽は選択科目で、うん、なんかその高1のなんか7限か8限みたいな感じの夕方にやるみたいな、多分、はい、あの改正の中高一貫で通ってる子は先にやっちゃってんのか何なのか分かんないですけど、もう終えてて、はい、僕ら高校から入ってるんで、はい、遅れてる分をそこで駒取んなきゃいけないみたいな。あ、なるほど。だ週に1回ぐらいなんかあの夕方なんかギター弾いてましたよ、はい、そうですね、はい、そうやってました、はい、ただ多分ね進学校のみんな同じなのは、はい、そういう科目もちゃんと授業はあるんですよ。そうですね、はい、だし、まあ、あのある程度まともにやってるんだけど、はい、その生徒に変に負担かけることをやってないって感じですかね。そうですね、あの、うん、時間内でちゃんと終わるようにはやってくれたイメージはありますね。そうだからなんか多分そこが多分違うのかもしれなくて、はい、例えば、まあうん、体育だとか家庭科だとか宿題みたいなのは基本出ないし。そうですね、うん、まあ、出るとしてもなんかあのテストの救済みたいな感じで、うん、あのテスト勉強も、まあ、楽なんですよ。別に一夜漬けもいらないぐらいの量しか出ないんだけど、まあ、それすらできなかった子のためにレポート出せば、まあ、その赤点から救ってあげるよみたいな、うん、本当そういうの意味でのレポートとかはありましたけど、うん、まあ、ガチの宿題っていうのはねなかったですね、ほとんど。そうですね、あの、はい、まあ、こういったなんですけど、僕かなり不真面目な生徒だったんで、はい、あの僕あの美術選択だったんで美術を購入の時やってたんですけど、あの最終作品提出しなかったんですよダメじゃんでなんですけど、うん、なんか気づいたら僕が高1ぐらいの時に描いた絵が飾られてて、それが高2の提出作品になってて、はい、それはなんか進級させてくれました。それはダメでしょそれはちょっとダメだなと思いますけどね、はいはい、あとまあ思い出に残ってることといえば、その僕が高1の時に、はい、その音楽選択でだからあるんですよ、絵を描くか、うん、何かをやるか、なんかギターをやるか4つぐらい選べるんですよ、はい、確か。そうですね、はい、あ、で、なんかあれだな、コットみたいだった、なんかあの、あ、そうなんですよ、ろくろ回すみたいな。うちはあと書道とかありますね。あ、書道もあったかもしれない。はい、なんかそう、4個が僕が選べるんですよ、はい。で、僕は音楽選んで、ギターなんですけど、あの、テストなんですよ、ギター。そう、で、どうやるかっていうと、その、先生に順番で呼ばれるんですよ。はい、で、その音楽室の横についている先生の部屋、うん、はい、で、一人で弾き語りするっていう。はい、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。いやいや、で、あの、めちゃめちゃ、僕、はい、あの、高校の頃からバンドやってたので、はい、まあそのまあ、多分普通の子よりは、うん、まあ、得意というか、はい、まあ、できたんですけど、あのノリノリなんですよ先生が、はい、で僕尾崎豊とか、まあ、課題曲がなんかもういっぱいあって好きなの選んでいいんですけど、はい、尾崎豊の方が僕が僕であるためにかな、はい、歌ってたんですよ。僕が僕であるために歌ってたら、はい、あのもう出だしから、まあ、ちょっとだからある程度できる生徒じゃないですか、はい、もう乗っていくんですよ。だからギターをハモらせて曲もハモっていくんですよでなんか2人でセッションみたいな感じで、でいいねみたいな、ちょっとこのコードはこうやってやった方がいいよとかってこう教わって、あざすみたいなだから楽しかった。ちょっと緊張はしますけど、はい、ね、おじさんの前で歌うって緊張したけど楽しかった思い出があります、ね、あ、いいですね、はい、ただあのできない子は相当地獄でしたけど ね、まあ、ね、はい、とかあとやっぱこう進学校なんで一生懸命練習するんだけど、はい、あの歌が下手っていう子が、あ、まあそうですね、そういるんで、そういう子はめちゃめちゃ嫌がってましたね、はい、あ、なんかよくわかんないんですけどギターのテストのに歌わなきゃいけないんですよ本当ですよね、弾き語らなきゃいけないんですよそれがちょっとよくわかんなかったですけど、はい、確かに、はい、なんで懐かしい思い出でしたね、はい、懐かしいですね、はい、まあ、でもそうですね、はい、あの家庭科のミリ修問題とかもあった、そう、家庭科のミリ修問題があったせいかわかんないんですけど、はい、あの高3の夏休みに家庭科の宿題が出ました、はい、あ、そうなんですね、唯一出たかな、なんか、はい、家で何十時間分掃除をしたレポートを出しなさいみたいな、はい、なのでもうみんな A4 1枚に適当に書いて出してましたけ ど、 なるほど、30時間かな、なんか何十時間やったことを、はい、あの分かるように書きなさいみたいな、なるほど、うん、なんかすごいですね、あれミリ集だったのかな俺らみたいな、あ、でもちゃんと授業はあるんだけどなとか思いながら、まあでもね、いろいろ大人の事情があるんでしょうね、そうですね、はい、なんかうちの学校もかなりやばくて、なんか家庭科はあのこれ言っていいのかももはやわからないんですけど、はい、あのなんか修学旅行を寝てる間もずっと家庭科の授業を受けてることになってて
これ大丈夫だったんですかね、どうなんですかね、いろんな多分大人の事情があるんでしょう、はい、そのどこまで含めていいとか、そうですね、どこからは絶対ダメとか、はい、多分あるんでしょうね、はい、うん、だけどね、ミリ州問題はすごい話題になりましたから、そうですね、まあね、あのちゃんとやるしかないですよね、そこはね、はい、決まったものね、はいはい、というわけでございます。最後にね、僕からの提案があるんですけど、はい、ただ僕ね、なんか結局なんか高校の成績とかってなんか信用できないと思ってるんですよ。そうですね、で学校によって難しさも違うし、だからそのなんか大研みたいなやつを僕みんな受ければいいと思ってるんですけど、どう思います？あ、めちゃくちゃいいと思います、僕も。だから別にその高校によっては、いや、うちは家庭科はもうやりませんよ、うん、だけどその勉強の仕方とか、まあ、それこそ、まあ、作ればいいと思うんですけど、映像授業とかを提供するから、それで大金受けてくださいみたいな。うん、だみんな例えば数学なら数学、まあ、理系の子はちょっと数学のなんかテストが多いとか、文系の子は最低こんぐらいとか分かんないけど、その卒業条件があるわけじゃないですか。そうですね、それをなんかみんな大金受けりゃいいんだろうと思うんですけどね。そうですね、だからそれこそ高1の頃からちょっとずつ、うん、あの自分の得意科目だったからだったら先にやってみたいな、うん、そうってやればなんかこう飛び級みたいなシステムを作るじゃないですか。そうですね、まあ、中学校までは義務教育だから飛び級とか難しくても、うん、僕はなんか高校以上は全然飛び級でもいいと思うんですよね。そうですよね、まあ、それこそね、たまにこう高校2年生だけど東大 A 班みたいな子もいるわけじゃないですか。そうですね、もう行けばいいと思うんですね、はい、東大ね、うん、今日本の法律上いろいろ大変なのかもしれないけど、ただ少なくともなんか大研システムみたいな感じにして、それこそなんか月に1回か2ヶ月に1回常にこう常に開催されてて、受けたい人が受けに行って、まあ例えば英語の単位は高2分まで先に取っちゃうとか、もう数学得意だから高3分まで取っちゃうとか、まあ自分は例えば何か音楽とか好きだからその単位を先取っちゃうとか、そういうのができた方がなんか便利かなって。そうですよね、自由度も高まりもありますしね。まあただね、自分でその単位をチェックする必要があるから、結構学校の先生とかがお前ちょっとこれ単位取りに行けよとか言うのが大変かもしれないけど、まあそうですね、もうちょっとそれは悪夢ですね、うん、僕からすると。ちゃんと受けないことが絶対いるじゃないですか。絶対います、ね、クラスに1人2人、はい、あれ私生物受けたことなかったんだけどいいんだっけこのままでって高3の12月に言ってる子とか、もう入試の前に受けに行けよ、そう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 、はい、言わなきゃいけないかもしれないとか、なんかあの、はい、受験が終わってから3月に殺到するみたいな、あーやばそうですね。受け終わってないから、はい、なんかあの就職みたいな感じですよね。あの内定決まってんのに卒業できるか微妙みたいな、あーありそうですね。だから受かったん、大学受かったんだけど、あの高校卒業できない、大研受かんなかったみたいな。そうです、そうですけど、はい、まあ、ただ仕組みとしてはなんかそういうのも個人的にはあってもいいのかななんていうふうに、ね、めちゃくちゃ面白いと思います、はい、まあ、別にその今高校に通ってる子が大研受けちゃいけないっていうルールはないんで、まあ別にそれ今のものを使えばいいっていうのはあるかもしれないけど、まあ、もっと受けやすくしてもいいのかなって個人的には思いました。はい、というわけで今回は受験に使わない科目の考え方についてお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。